こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、いろいろ調べてみたら、クリード3っていうのがクラバー・ラングの息子とされている対戦相手をもとに、そして主演のマイケル・ジョーダンが監督としてデビューするという形でスタートするそうですね。これは2022年に公開されるそうなんですけども、シルベスター・スタローンが出るかどうかはわからないということなんですよ。まあ前作でですね、お前の時代だというふうなセリフを残してシルベスター・スタローンが最後のシーンを撮り終えたところを私たちは見ることができたので、もしかしたらね、本当の意味でクリードが独立してスタートするのかもしれませんね。で、今回はね、それとは別にシルベスター・スタローンは実はね、クリード3よりもロッキー7の制作に意欲的だということなんですよ。で、これも調べてみると、ロッキー7確かにね、撮影されてる節があるんですよね。で、対戦相手は誰かというと、引退後のほらドラゴですよ。イワン・ドラゴ。彼が自分と同じように年老いて、そしてもう一回決着をつけるために、多分ね、オフィシャルじゃないところで戦うって設定なんじゃないかなと思うんですよ。確かアポロ・クリードもクラバー・ラング戦終わった時に、もう一回ロッキー決着つけようぜって言って、誰も観客いないところでね、ラストシーン、ロッキー3のラストシーンでなんかスパーリングをやったようなシーンがあったんですよね。で、それが後々一枚の絵になって、ロッキーの経営するエイドリアンズバーというね、レストランにかけられてたっていうところを私たちは見ることができたんですけども、ロッキー7ね、年齢にして70代でしょ。70代同士のボクサー、これどんな戦いになるんですかね。それにしてもね、50年以上リングで戦い続けて、でシルベスター・スタローンはランボーでも激しい戦いをしてましたよね。ランボーラストブロッド、あれもね、よくやったなと思いますけども、もうなんかね、全身をボコボコにされるようなシーンもありましてね、よくあれで生き残っていたなというところがありますけども、ランボーにしてもロッキーにしても凄まじい作品をシルベスター・スタローンは残してくれるもんだなと思いました。すごいですね、すごい。じゃあ続報をまたお待ちしてみましょう。それでは。